らしく自分の好きなようにこれからちょっと生きてほしいもんだけどね。まあそうもいかないか。こういう子は一生、でも自分らしく言っていいんだよ。自分が思うように。でも自分がそうしたいって思ってるから、それはそれで幸せなのか。そういう生き方もな。すげえ真面目な話しちゃった。はあ、あはあ、あはあ、何なんて書いてある。あ、これはか、あの方のお導きをね。わかったよ。いや、わかったよ。よし。こっちだよって照らしてくれてる。あ、そういえばホテルの金庫。あれ、金庫開けるの忘れてない？あれ、ロビーに金庫があるって言ってなかった、そういえば。ちょっと待って、気になる。ちょっと一回行っていい？ダメかな？怒られる？ロビーってさ、ロビーってさ、ここの、ここら辺のことで言ったよね。あれ、金庫あるんじゃないの？金庫あったんじゃない？金庫。金庫、ねえねえ。いけないのかも。嘘！マジで？いけないの？ロビーに金庫があるって。いけない？下。うわ、いけない。絶対どっかにあったんだよな、金庫。ねえ、マジで？どっかからいけないかな？え、マジでいけない？いけるやん。いけないやん。嘘でしょ？なんか矢を作るさ、矢を作れるやつがあるような気がしない？ここの金庫に。ちょっと悔しい悔しい。ダメかな？いけないかな？いけないか、ロビーの金庫。行くか。仕方ね。何ですか？分かってますよ。こっち。こっちでしょ？分かってます、分かってます。分かってるんです。違うんです。ロビーの金庫を探しに来たんです。あ、こっちね。もう。おい、誰だ？あんたはここで待ってね。どうして？あんた殺されたいの？私ならバックギャモンの文句言われるだけ。バックギャモン？何それ。とりあえずあそこ行って取るもの取って戻ってくる。あんたは動かないで。うん、うわー、動きそう。リリー動きそう。動くなよ。動くなって言ったら動くなよ。あー、これ仲間んとこでいいんだよね。ウルフんとこってことは、これ見つかっても大丈夫なんだよね。潜る、潜らなきゃダメ？潜ってった方がいいの？なんか知らんけど潜れって言われたから限界まで潜ってみるわ。あ、でも死んじゃう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 。潜って、あれ、バレたよ。味方だよ。撃たないで。味方だよ。私だよ。アビーだよ。アビー？アビーだ。マジかよ。ちょっと消毒液とかください。消毒液とかちょうだい。アビーだよ。マッチョでおなじみのアビーだよ。ごめんよ。お疲れ。お前泳いできたのか。ああ、ボートが壊れて。アイザックに医療品取ってこいって頼まれてるんだけど。どっちみちボスに届ける予定だぞ。何がいるって？ああ、極秘なんだよね。基地の外で必要って。全部運び出されてるとこだ。必要なものがあるか調べてみろ。ねえ、ノラいる？ここに来るって昨日言ってたから。最後の積み荷と一緒に出たが、時期戻る。そう、どうも。人員が増えてるなんて信じらんない。やつら町に侵入したやつ全員洗脳してんだ。あー、スカーの話か。スカーに見つかった方がマシだな。お疲れ。うん、アビー。ブリトー食ってる。ダニーのこと聞いた？噂ならね。まさか広めてない？まさか、全然。そう、広めないで。正当防衛だったんだ。ダニーがオーウェンに向けて銃を撃ってきたんだ。あーっと、ワンコロ町、ワンコロ町、ワンコロ町。いやじゃない。
ベア、犬なのにベア、かわいそう。犬なのにベアってつけられちゃったの。あれ、犬にベアって。どうも。何ですか、名付け親か。ちょっとベアはどうかと思います。あ、ベアかわいい、かわいい、首かしげてる、首かしげてる、かわいい、かわいいよ、かわいい、かわいい。ちょっと一緒に並びたい、一緒に並びたい。並べない？アビ、アビじゃねえや、ベアを撫でたいけど撫でれない、撫でれないのか。かわいい、首かしげてかわいい。あー、首、アビーが首が痛かった。なんで瓶持ってんの、何やってんの、この人たち何やってんの、磨いてんの。話はできない、話はできないけど、何やってんの、ラジオ聞いてんの。 J-WAVE かな、 J-WAVE か TBS かな、 TBS ラジオかな。おぎやはぎのメガネビーキ聞いてるかな、もしかして。メガネビーキ聞いてます今、もしかして。それかジェーンスー、ジェーンスーさんの生活は踊るを聞いてんのかな。ジェーンスーの生活は踊る、生活は踊る、生活は踊る。知ってる人いるかな。もしもし、ちょっと医療品を分けてください。医療品を分けてもらえますか。誰だ、全然言うことを聞いてくれません、この人。あ、弾をもらいます。ちょっと言うこと聞いてくれません、ちょっと怖いです。みんな無言で、アビーよーって言ってよ。あ、この向こうで何かやってる。あ、洗濯の人だか。洗濯の人かな、この人たちはね。あ、会話ができるぞ。会話をするぞ。まだここ相当してんの。ええ、1フロアずつね。まだ物資残ってる。ああ、もちろん。まだ他の階もあるぜ。おお、じゃあ物資を頑張って。自分で探すの、物資。自分で探すのかな。ねえ、物資自分で探すんですか。この気候は好きなんだが、銃が濡れて使い物にならなくなるのかな。おジメジメするのか。お前のだけだ。黙れよ。海岸へ2週間任務に出て、クリッカーに襲われた時に銃が撃てなくても同じことが言えるかね。なんていうか、まあついてなかったな。俺の銃は平気だ。はいはい。だから結果、お前の銃は、お前がきっと体から水蒸気をいっぱい出してしけらせてんだな。お前は水蒸気人間、水蒸気おじさんだな。お前はそういうことだ。だから湿気るんだ、ダイアン国とかがな。お邪魔します。それよりもね、アビー、あ、音楽好きな人、ゲームオタク、ゲームオタク、ノラ、ゲームオタク、医療品が欲しいんだけど、どこに行けば。アビー、ボスの命令だ、基地に戻れってよ。アイザクと話させて。直接話しな、次の便で戻るぞ。悪いな。ちょっと何なの。こいつは昨日脱走した。うわあ、ここまで来て。ここまで来て。お願い、お願い。うわあ、そうなの。だってあの子ずっと待ってるじゃん。ねえ、誰か、ここから出せってろ。肩外れちゃうよ、ノラ。まさかあんたがアイザックの機嫌を損ねるとはね。方へは水族館、マニーに聞いた。医療品分けてもらえない。何、あいつ無事なの。コンパートメント症候群、腕の骨が砕けて。あんたが治療すんの。メル、もう時間がないの。まいったね。オーウェンが怪我したってことをしてんのか。運び出された。ないの。何、下の階はまだ回収してない。そこにあるの。ああ、多分ね。でも
スタはかなりヤバいんだ。構わない。捕まっても私を巻き込まないでよね。もちろん。よし、来て。へコンパートメント症候群。マジで。うん。そうなんだよ。彼女は医者でラッキーだね。メルは無事。うん。アイザックと話した後取り乱してさ。アイザックと？あんたが抜け出したのがバレて全員尋問受けたんだよ。メルがひどい目に。バラしたの？いいよ。何？ノラ、どこ行くの？ああ、そういうことか。そろそろボート出すって。ねえ、まだ3階に箱残ってんだけど、先に取ってきてくれない？もう乗せられないよ。それ乗せなきゃ帰れなくなる。わかったよ。ありがとう。時間稼いでくれた。いいよ。あんたは平気？もちろん。マニーがかなり心配してたよ。いるのバレてる？すぐにバレるはず。オーウェンは腕を切り落とした後、どうするつもり？待って。いいよ。でね、とにかくオーウェンは腕を切り落とした後、どうするつもり？ああ、サンタバーバラに行くって言ってた。あんなのただの噂でしょ。メルも気の毒だね。うん、ちょっと一旦だね。いい？このフロアには集中治療室に外傷センターの手術室もある。あった、やっぱりね。イエーイ、完璧だね。手をつけてないのには理由があるんだよ。そもそもここが始まりだった。ここに最初の感染者が。今のすごくない？今の判断かなり成長してるだろう、ね、ないか、さすがにないか。最低。今まるで知っていたかのようにあそこに行ったな。私今の勘はすごいと思った。自分でも。いや、なんとなく待ってくれるじゃん。だからなんかあんじゃないかって思うね。ちょっと、ま、こう止まった時に待ってくれたら。今待ってくれたじゃん。そういうの関係ある？そういうの関係あるんだ、きっと。ちょっと待ったりするじゃん、たまに。こういうタイミングでちょっと探索していいよの時間なんだよ、きっと。ここら辺の箱の中にあるってこと？なんかブン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 言ってる、ブンブン言ってる。ブン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 。ないな。ここら辺じゃないのか。消毒液とか欲しいね。マイニーの時は救急車探しな。私も前にそれで命拾いした。なるほど。救急車？こんなもん走ってないよ。あいつら戻ってこないよね。まだ大丈夫だよね。なんか今止まったな。ここでもなんか見ていいよってこと？なんかあるかもよってこと？部屋とか入れないよね、でもね。入れない。あ、入れない仕様だね、みんなね。ここも入れない。え、どこ行った？あれ、ノーラさんどこ行った？あれ？やばい、方向、あ、いた。あんたに生き抜く力を。安らかな死を。また基地で会える？戻ってくるんだよね。うん。戻るよ。ここがかなりやばいっていうのはどういうこと？どういうことでやばいって言ってんの？感染者がいるからやばいってこと？すごいし、なんか
さ、なんでやばいって言ってんのかなっていう。布がない。アルコールはいっぱいある。ちょっと待って、アルコールって他でなんか作れるっけ。あ、これでも作れないでしょ。あ、これ作れる。なんだこれ作れるじゃん。で、アルコール OK。 火炎瓶の玉、これじゃ持てない。私負傷してる、してないね。じゃあいいか。で、物資をここからもらうんだが、なんでここがやばい状態になってるって言ったんだ。何がどうやばいんだ、何がどうやばいのかを説明してほしいもんだけども、特に別にただ暗いってだけじゃない今んとこ。何がやばいんだ。手術室、外傷、集中治療室。よし、行こう。そこに行くの。手術室、なんとかなんとか手術室。わかんねえな。多分見てもわかんねえな。わかんないから行こう。とにかくわかんないから。行ってみて。ん？ここ行ける？取れる？取れた。あー！骸骨さんがいた。骸骨さんがいた。かなりやばいことになってるの、理由がよくわからないんだよな。あ、たまたま。これ以上も出ない。アルコールがいっぱい、夢いっぱい。たま。なんか変な音する？あ、自分の足音か。え、この人は？この人どうしたの？ジェイク、私は多分家には帰れないだろう。君とスージーと一緒に。いるためなら何だってするっていうのに。私は今同僚と共に隠れている。ドアをバリケードで塞いでいるが、その向こう側にはあれがいる。思っていた以上に状況は、情報は事情としても無視してこないようだ。誰も助けには来てくれないだろうし、もはや間に合いはしないだろう。いつの日かこの手紙は君のもとに届きますように。君とスージーが私のことを忘れないでいてくれるよう願うよ。大好きな二人へ、スコットより。そうか、ドアの向こうにあれがいる。敵の正体も知らなかったんだ。うわ、ひでえ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 。ドアの向こうにあれがいる。ドアの向こうとは、ドアの向こうとはどこだ。ただもうバリケードぶっ壊されてるってことは、もうまだいるの、そのあれとやらが。あれってなんだ、あれって誰だ。この下へ行くってことか。ドアの向こうにあれがいるっていうあれがすごく気になりますね。とてもね。意外と平気そう。平気、意外と平気。本当ですか。その言葉一応しようならんけども、意外と平気って。この状況で。絶対平気じゃないよね、多分。なんか変な音してきたぞ。ここが何室？集中治療室。ああ、集中治療室。ちょっと一回セーブしようかな。ちょっと一回セーブします。よし。なんかね、この先嫌な予感するよね。私だけそれ。え、開かない。やっぱ開くわけないよね。開くわけないの？開くわけないの？なら外傷か手術室か。あ、そうなんだ。嫌な予感したけど、ここは大丈夫なんだ。じゃあこの下？あ、下行けないよね。今上から降りてきたよね。ああ、こっから行ける？え、これ行ける？降りて大丈夫？これ。行けるんかな？行けるってこと？あ、行けた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 けど痛い。ジーン。ジーンで。
あー、工具。工具もらって。あー、広い広い広い。静かやなー。あ、薬ある薬ある。お、すごい !154個も持ってる。そうですか、154個もある。じゃあ、聞き耳の範囲も広げたいが、高速中の移動。どれにしようかなぁ。弾薬多くなるのはいいなぁ。迷う。医療キット。治療の、これは、こう、速度、どれだろう。やっぱ弾薬かな。多く作成する。最終的には、焼夷弾も多く作成できる。これいくか。で、これもいっちゃおう。で、これもいける。よし、いけた。よし。オッケー。で、布。なんか変な音する気がしない？弾、そっち側か。俺はそっち側か。でもみんな取ったな。取った。これ以上持てない。オッケー。持てないからいいとして。これ武器が手に入るって言葉だよね。だってね。そう思うんだが。ここは一応、これで補充完了って感じだね。で、この奥か。ER か。外傷センターがあるはず。隔離アクセス。はあはあはあ。ああ、ガスマスクつけて、つけたということは、つけたということは、一応武器、こっちに切り替えと、こっちにしとこう。で、うーわ、これは、ちょっと。これはいい、なんなのこれ、いるの？かなり、やばいかも。本当にやばいね。救急病棟。救急病棟。3。コーション。3。静かだなぁ。まだ。かなりやばいけど、この物資はここら辺にいっぱいある気がする。それさっさと取っていけばいいのにって思っちゃうけども。これじゃあ、物足りないか？物足りないのか？あ、たま。お願い入っててよ。あー、救急、あー、何もない。はずれ。絶対何かあるはず。なんか今までいっぱいあったと思うんだけど。すごい、後ろ向きで撮る。後ろ向きで撮る。これ以上持てない？アルコールだもんね。作っちゃうか。あ、作れないのか。なんで？あ、こっち作れちゃった。全然関係ないもん作っちゃった。まあ、いいか。おっと？おお。で？あ、火炎、火炎。火炎を。待って、火炎に変えとく？じゃあ。で、リロードしといて。これがなくなったら火炎にしとくか。これが？あ、救急車、降車地点。ただ別に、いけないよね。
これも同じ？同じか。うわうわ、こっちに行くんだね。多分ね。で、一応一旦ぐるっと見て。あ、やった。こっちか。ってことは、ちょっと待って、先に、こっちを見てみよう。なんか変な音したな。ちょっと待って、こっちじゃなかった、先。待って、すごい変な音した。ここ何？外傷センター。外傷センターですごい音したな。ちょっと待て。とりあえずじゃあ先こっち行って。外傷センター。あ。やつらだ。やつらがいる。わ、やつらすごいいるじゃん。やつらが、結構なやつらがいる。やつらがいるけども、どういう感じでいるの？なんかこれ多分トマト大使いるね。トマト大使がいそう。こっちから行ってみるか。ここ裏取りできる？裏取りできない。あ、なんか埋まってない？ここに人埋まってるんですけど。この人たちも出てくるな多分。あ、ちょっと待って、出てくるなって思ったのに今やばい。できてる。まず来るか。騒いじゃったから来るんじゃない？大丈夫？あー、めっちゃ騒いじゃったけど。あ、いるな。あそこにいる。あの扉の向こうにいる。向こう側にいる。あれ狂ってる、あれ狂ってる、あれ狂ってるけど、収まったかな？ハサミ。あれ狂って、収まった？みんな収まったかな？ちょっとは。収まったっぽいな。電気がいるか。電気？近くにジェネレーターがあるはず。ジェネレーター、まあ、コードがあるな。コードがこうあります。こう行ってます。こう行って、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 こう行って。ジェネレーター、あ、ここだな。あるな、ジェネレーターがな。こう行って、こう行って、この上か。オッケー。ちょっと待って、その前に、読み物を読んで。ケーラ、東石、スティーブンへ。もうこんなことは続けられない。検査をしてデータを記録するだけだってことは分かっている。けれど、こんな苦痛、耐えられないわ。女だった兵士分、数人外傷センターへ連れて行った。私は中に入るなって言われていたわ。私は変異した感情を見たことがある。噛まれたり引っかかれてここに連れてこられた大人も子供も一人残らず、正気を失うだろうから私たちは彼らに嘘をつき続けている。家に帰りたいと伝えたけれど、作業を続けろと言われたわ。国の安全のためだととかたわごとを言ってね。仮眠の取れるオフィスをあてがってくれるですって？スティーブン、こっから私を救い出して。このままじゃノイローゼになりそうよ。ああ。うわ、まだ中にそいつらがいるのか。そういうこと？そういうことなんですか？ほんで？ほんでもって？うわー。うわぁ。これさっき言ったとこ。じゃあこの上に行ってジェネレーターを、なんとかせないか。レブいればな。それかマニー。ほんと、マニーがいたら楽だったのに。ああ、こっちが、そうかそうか。あのさっきの部屋はこれか。で、こう行って、あ、工具箱がある。で、これが、ジェネレーターはこれだけども、工具を先に取ります。で、まだ作れないかなぁ。あ、まあまあまあ、これは後にして、ちょっと先に工具、あ、火炎も手に入った。で、火炎の、
射器はこれできないのか。あ、そうなんだ。ということはだ、ということはだ、ショットガン4倍スコープ、ショットガンの攻撃力を上げたりできる？攻撃力を高いために対応した辺に後編する。まあいいか、攻撃力を上げよう。火炎のショットガンも強いからな、今回は。ショットガンが意外に強くなった。で、リロード速度ももしかして上げれたりしちゃう？上げれるね。上げれるけども、4倍スコープ。4倍スコープやりたいな、これ。これの、4倍スコープやろう。うわー、5しかなくなっちゃった。オッケー。オッケー。で、4倍スコープって、こうやってこう。おー、すげえ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 。これで、こういうことか。おー、いいね。やっぱスコープいいね。ただ、こっから先は、火炎だな。よし。一応このショットガンにしといて。ね。行くよ。行くよ。どうだい？オッケー。電気通ったかな？これで、ここを操作はする？しなくても大丈夫か？あ、操作。するな。よし、あげた。よし、電気取ったな。こんな大きいことして大丈夫？おい、下に誰かいるぞみたいになら、なるでしょう。これ、さすがに。なっちゃうんじゃないか？大丈夫か？あ、ここに工具があったけども、まあまあまあ、あと5しかなかったからいいとして。いけない。こっちから開けて大丈夫？大丈夫だっけ？開かないの？あ、開かない。あ？うーわー、みんな出てきちゃったよ。みんな出てきちゃったよね。あ、向こうに行きなさったな。向こうに。来なさった。うるさいなあ、もうみんな。うるさいなあ、本当に。あ、違う、間違えた、こっちの部屋来ちゃった。います？います？いますね、いますね、いますね。この人、この人、こう言って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 、やばい、うるさい、うるさい、うるさい。静かに静かに静かに。よし。待って。みんな来る？みんな来る、みんな来る、みんな来る。みんな来ちゃう、みんな来ちゃう。ちょっと大丈夫かな？トマト大使は？あれ、トマト大使はいない？これで探しやすくなる。あ、本当。それで医療品はどこにあるわけ？そうなんだよ。それなんだよ。燃えている、燃えてる、燃えてる。探しやすくなった、本当に。探しやすくなったのか？燃えてくれてる。何も持ってないけど、ここは開くようになったんだよね。開くようになって。医療品、医療品。お薬はある。ガムテープある。いや、さっきの箱みたいなやつを探してる。
もうマジうざい、ほんと。そうだった、壁から出てくるんだった、忘れてた、壁から出てくるんだったわ。ちょ、回復しよう。違う、回復をする。オッケー、回復して、回復作って、で、これをもらう。オッケー。そうだ、壁も注意しなきゃね。壁から出てくるんだよね。そうだ、壁から生まれるんだった。こういうとこも危ない。大丈夫だな、ここはな。オッケー。ここにはないと。なかった。さっきんとこだよな。ここも開くのか。壁。これ大丈夫？あーで出てくんな、あれな。まあいいか、とりあえずこっちを調べよう。先にか、あら、これ調べたとこじゃん。あ、これ調べたとこじゃん。両方に扉があったのか。なんだよ、ここか。資料室、資料室、ほうほう。あ、なんかいっぱいある。間違えた。間違えた。めっちゃ割っちゃった。そういうことじゃなかった。ああ、近接武器今持ってないんだ。渡す。あ、ここ生まれるんじゃない？大丈夫か？ハサミ。ガムテープ。にはない？あ、薬。ああ、ごめんなさい。ハサミ持てない。じゃあ、あれ作ろう。ナイフ作ろう。ナイフ。オッケー。ハサミ。で。あ、なんだよ。救急箱あったのか。作ってしまったぜ。まあいいか。あ、これ出てこない。大丈夫かな。あ、あった。入ってる？入ってる？入ってろ。入ってない。なんでしょう。嘘。入ってない。どこかにあるよね。ないとかないでよ。ジャンプしちゃった。ないんかーいって思ってジャンプしちゃった。来ない。あ、閉めちゃった。ちょっと私出ます。ということはもうこっちに戻るのか。あー、なんかいそう。大丈夫か？大丈夫か？今何持ってる？これで。待って、これさ、弾薬作るか。作ろう、弾薬作ろう。 OK。 嫌な予感しかせんよ、こんないっぱい、こんな感じだったら。ち？ないの？ないとかほんとダメだから、何にもないとかほんとそういうのダメだから、ここまで来て。まあ奥なんでしょう、このね。こっちはいけないもんね。こっちなんでしょう。うわうわ、え、ここ行くんだ。行きたくないですが、あ、行けない？ん？帰っていくの？ん？違う？え、ここ行けないの？ん？どういうことだ？え、行くんじゃないのかい？行けないのかい？ここは。ん？ん？これ割る？こっち側から行けるのか？違うよね。ん？あ、あった。一応物資は回収してって。ないね。で、こっち側にも行ける。ん？こっちから来たか？
こっちから来たか。あれ、迷子。何にもないとかある？ここまで来て。嘘だろ？何？どうした？これ、ここの外に行くってこと？こっち？こっちか。ちょっとこれ、何があったの？何があったの？すごい血だけど。なんかやばそうなんだけど、すごい。落ち着いて。物資手に入れて脱出。そう、落ち着いて。弾よ。弾も手に入ったわ。物資はどこよ？全然ないじゃない、物資が。暗すぎるじゃない、ちょっと。こんなところにあるか？搬入口でしょ？これ救急車が入るとこでしょ？え、なくない？あ、え、どうなってんのこれ。え、この救急車の中にあるとか？あ、当たりなの？これなの？危ない危ない危ない。びっくりした。あ、この中に AED 的なものがあったり。頼むよ。あ、あった。あったけど、ちょっと待って。その前にこっちは？じゃない。なんかこれ取ったらさ、取ったらなんかさ、なりそうじゃない？最初に当たりを引いちゃった感じ。まあ取りますよ。入ってる。よかった。入ってる。デブ、帰ったらお祝いだよ。なんか怒る、絶対なんか怒る。これ帰り道絶対なんか怒る。行きはよいよい、帰りはどんどんだよ。ほら、上にの？は？ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラーを握る。でも、いつも、お母さんは似ていてばかりで、俺を